皆さんこんにちは、こんばんは、サブチャンネルです。いつものような雑談ではなくて、1月の27日に秋葉原にて、スマサポというね、スマップの、まあ、メンバーの誕生日、9月9日 CD デビュー日とか結成日とかのお祝いをしようっていう、まあ、イベントみたいなのがたくさん毎年毎回行われているんですけども、参加の方はね、したい時はこう申し込みをしていけるっていうものなんですけども、私は1年半2年ぐらい前に、9月9日の CD デビューを祝おうのやつに行ったっきり、去年はちょっと体調崩しがちだったんで参加はできなくて、香取慎吾くんがね、実は今日撮影日の1月31日に誕生日なんで、お祝いをしてきました。で、今回は一部が、ファミマのね CM を慎吾はやってるので、ファミマさんの、商品ね、肉まんとファミチキと焼き鳥、そしてオールフリーをで乾杯しようみたいな感じで、やったんですけども、で席がなんか6個ぐらいあって、1人参加の方限定のお席、2人で参加のお席とか、まあいろいろあって、私は2人で参加したので2人席で、ドールっていう CM を昔やってたんですけど、そのドールのチームということで参加しました。で、なんか1年半前にいたっきりなのに、なんか来てたよねって声かけてくれた方がいて、すごい嬉しかったんですけど、でその方も2人で来ていて、すごい話して盛り上がって、最後にはね連絡先交換をねしたりしたんですけども、まあね、パーティーはね、それを食べながら記念撮影とかしてやったんですけども、知ってますかね、焼き鳥で目を隠してやるポスターとかあったじゃないですか。ああいう記念撮影とかねしたりして、あと肉まん持ってこうなんか撮影したり、まあ、いろんなバージョンでしたりしたんですけども、で食べてそのグループで交流を持ちましょうみたいな、まずは感じだったんで、皆さんと喋って、で香取慎吾クイズみたいなのがあったりして、あと新しい地図の、雨上がりのステップっていう曲があるんですけども、その曲で手話をね、教えてくださる方がいて、その手話を最初からまあちょっと手話をやったりして、私の友達は初参加だったので、すごいもうすごい笑ってすごい楽しそうにしてくれてすごい良かったんですけども、私の友達は中井くんが好きなのでね、中井くんのイベントもねいずれ参加したいなって思って、私もつよぽんの日行ったことないので、つよぽんの日も行けたらなと思って、で絶対参加したいのが9月9日スマップの CD デビュー日を祝うのはライブ形式で、すごいなんかのライブを見てみんなで盛り上がろうみたいなのを前回はそうだったんですけども、すごい楽しかったんで、なんかその時によって例えばメンバー食とか、あとスマップのデビューなら星をつけてきてくださいとか、そういうねまあ規定があったりするんですよ。だけど何でもいいんですよ、マフラーだったり服だったりで、まあ、香取慎吾は緑だから緑のものを身につけていくっていうことでですね、緑だらけになるわけですね。で強ぽんだったら黄色のもので、中井くんだったら青のものとかあるんですけども、結構スマホサポさんではすごいお決まりな感じで動画を撮るんですけど、で SNS に必ず上げるんですけども、
あの愛してますっていう掛け声をねみんなで言ってるのを載せたりしたり、あうちわとかペンライトももう何持ってきてもいいって感じで、なのでそれを持ってこう言うとかね、まあいろいろやるんですけど、第2部はですね、あの男のファンの方がいらっしゃって、その方がうまくねこう信号を祝うようなこう VTR っていうかライブバージョン、まあライブなところとか、慎吾が中心にいるなんかそう映画のワンシーンみたいな、そういうものでうまく編集してくれたものを、こうみんなで見て盛り上がろうみたいな回でした。最初の方はクソ野郎っていう映画がね新しい地図であったと思う、みんな知ってるかな、あったんですけど、そこから慎吾のまあ、出てたシーンのところを見て、その後ライブシーンをね盛り上がる曲をうまくねいろんなライブ DVD からこう編集をしてくれたものを、こうね盛り上がる曲が多かったですね。例えば感謝してとかね、あと手をつなごうってちょっとファンの方しか分かんないかもしれないんですけど、みんなで手をつないで歌う歌があったりして、あとな5人の紹介をする歌とかそういうものとかが入ってましたね。5シリーズって言って5リスペクトとかクレイジー5とか、まあそういうのがあるんですけども、まあ全部中居くんがね大体作ってる曲なんですけどね、もうそれシリーズが1曲入ってたりとか、うん、ほんとファンの方にはたまらない編集で、もうキャ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 騒いで、で日以来、5人の姿のこのライブとか特に見れなくて、でそういうイベントだとみんないるから見れるんですよ。でも1人だと見れなくて未だに。でもやっぱりああいうとこでみんなで見て盛り上がるとやっぱ最高だなって思いました。映画館とかの玄関とかも全部こう飾り付けとかねしてあったりして、まあそれをね写真パシャパシャ撮ってインスタグラムにねもう出したんですけども、まあそんな感じの飾り付けとかみんなで撮った写真とかを載せたんですけど、まあそんな感じでね、もうファン同士なんでねすごいやっぱ楽しいですよね。しかもみんな優しい方ばっかりで、まあスマップの年齢が年齢なので、まあ結構ねもう大人な方が多い中、まあ子連れの人とかもいましたし、全然若い子もいますし、まあすごい男性とかもいてね、ほんとねどんな層にも愛されてたグループなんだ、ね、と思って、もうねほんとにそういうところで楽しむのはほんとにやばいですね。うん、全員にお土産をくれたりとか、ほんとね主催者の方々にはほんとにありがたいです。いつも楽しいイベントを開催してくれて、 SNS にそういうのを載せてるんで、今新しい地図の3人は特に SNS をやっているので、まあ耳には絶対入ってると思うし、もしかしたら目にしてるとは思うので、もうね思いが届いてくれれば私たちはもう何にも言うことはないって感じですね。皆さんは好きなタレントさんとか芸能人とかいらっしゃいますかね。そういうイベントとかしたいとか、なんかいろいろ皆さんもやってるのかなと思ってちょっとお話を聞きたいので、よかったらコメント残してってください。今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイ。